加藤川光太郎7月7日から1997年2月12日は日本の陸軍軍人選手研究家。最終階級は陸軍中佐。北海道出身。トンネル兵、農業、加藤川春吉の長男として生まれる。旭川中学校を経て1930年7月陸軍主管学校を卒業し、同年10月。 不評少尉に任官し不評、第25を連帯付となる。1938年5月、陸軍大学校卒業後、戦車学校教官に就任した。その後、北品方面軍参謀を務め、太平洋戦争時には、陸軍省軍務局軍事会員、第2方面軍、第35軍、第13軍参謀として、ニューギニアの戦い、霊テ島、インドシナ 中国を転戦し中佐で敗戦を迎える。1946年7月に復員した。1947年から1950年まで GHQ 戦士課に勤務し、その後1952年から1967年まで日本テレビに勤務し編成局長。並行して戦士研究家として著作に取り組む。主な著作に帝国陸軍機構部隊。 戦車38式不標準や産経出版の第二次世界大戦シリーズやドイツ総甲師団とグデイリアンなど特に気候部隊に関係する著書や役所を数多く残した。日本戦車の父と言われる原乙美製や海上護衛総司令部の多い徳とも交友があり、日本の戦車の運用方法に疑問を持っていたとされている。ありがとうございます。